堀安秀です。悔しさの中にも明るい兆しの見られる試合でした。というか見つけていきましょう。では群馬戦ご覧ください。開幕から2戦で勝ち星なし、さらにゴールもまだないファジアーノ。どこかギクシャクした雰囲気が感じられるシーズン序盤です。この日は8番石原選手を今シーズン初めてスタメンで起用。気迫を前面に出したプレーで期待に応えようとします。しかしこの後のパスがつながらない。こんなシーンがいくつか見られました。0対0で迎えた後半4分、そんなファジアーノの細かいミスをついて群馬が先制点を挙げます。さらにその8分後には2点目。点を取りたい気持ちとは裏腹に広がる点差。そんな状況の中投入されたのが新加入のフォワード24番林洋平選手、そして今シーズン初出場となる19番久木田慎吾選手。この交代が吉と出ます。試合終了間際の後半43分、久木田選手のクロスに林選手が飛び込み、待望の今季チーム初得点。点を積極的に取りに行くっていう意識は持ってたんで、まあ、サイドに行ったらクロスで終わることと、ゴール前は、まあ、チャンスがあったら絶対シュート打とうと思ってたんですけど、まあ、うまくクロスに入っていけたかなっていうのはありますし、まあ、ボールもいいボールでしたし、抜けてくるんじゃないかなっていう感覚があったので、まあ、上がった瞬間にゴール取れるなと思いました。しかし追撃及ばず、試合は2対1で終了。ピッチを蹴って悔しがった林選手、この思いがきっと次の試合につながるはず。今日午後1時キックオフのアウェー水戸戦で良い知らせを待ちましょう。目指せ未来のファジ選手。群馬戦当日の観光スタジアムでファジアの岡山サッカースクールの卒業セレモニーが行われました。今年卒業したのは86人の小学校6年生。7年前のスクール開校時から通うスクール生も多く、感慨深い卒業となりました。中学校でもサッカーを頑張って未来のファジアーノを盛り上げてくださいね。 CM の後はブレイクの予感、林洋平ストーリー。1試合でも早く、1点目を取ることができればどんどん乗ってきて、どんどんゴールを取れると思うので。今シーズンファジアーノ岡山に新加入したフォワード、林洋平選手24歳。大学卒業後 J1 の FC 東京で2年間プレー。去年12月の天皇杯準々決勝でプロ入り初ゴールを挙げ、上り調子でファジアーノに移籍してきました。埼玉県生まれで浦和レッズのユース出身。中央大学時代は年代別日本代表にも選ばれた逸材です。そして性格はいじられキャラ。 FC 東京では2年間でリーグ戦出場わずか4試合、ゴールはなし。狙っていた J リーグ初ゴールの瞬間は群馬戦後半43分でした。これで、まあ、余計な力入らないでゴール前でもっと冷静にプレーできると思いますし、まあ、本当チームの勝利につながるようなゴールを、まあ、これからどんどん取っていくのが自分の仕事だと思うので、まあ、そのきっかけになれば、まあ、無駄じゃなかったかなと思います。緩急をつけたドリブルで相手ゴールに迫り、ハードワークも厭わないストライカー林洋平。彼のブレイクがチームに上昇気流を呼び込む。CM の後はミサッキーがファジキッズに突撃。こんにちは、ファジアーノ岡山特命 PR 部女子マネージャーの百瀬美咲です。
今日はですね、スタジアムの外にあるですねサッカー検定をちょっと覗きにやってまいりました。子どもたちがねもう今もいっぱい並んでますのでちょっと見に行ってみたいと思います。こんにちは。もうやった？これからですか？サッカー検定。サッカー好き？うん。今日誰応援しに来たの？上田龍二。上田選手？上田選手みたいにキック決めなきゃね。じゃあこれからサッカー検定やるみたい。頑張ってね。スタート。ケーキ。お、早い早い。ジグザグに。お、二人とも早い。こっちこっち。もうちょっともうちょっと。お、まっすぐ来たね。すごい。何秒だったの？13秒4。速い。じゃあ次これはですね速さを測ってくれるゲームです。いけ。お、どうぞ。お、20キロです。すごい、いいですね。なんか私もやりたい。さあこちらはですねキックターゲットですね。いろんな点数があってそこを狙って切るんですけれども、まず本日のベストスコア、今もうこれ100点出てるんですね。100点が2名出てますね。さあこれから100点は出るんでしょうか。どこ狙ってる？50。やっぱ 50とか、あれ20とかの辺。20ね。頑張って50。あ、惜しい。もうちょっと上。頑張れ。おお、惜しい。このサッカー検定でですねベストスコアを出した方はオーロラビジョンでなんと名前を発表してもらえるみたいです。こちらのサッカー検定は小学生以下のお子様が参加できますよ。しかも参加無料です。ぜひやってみてください。今月の番組プレゼントはファジアーノ岡山のペットボトルホルダー10人にプレゼントします。